인스타그램 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 미나 인스타그램 미테루 아게테루 날쪼고아 데스네 미루하카나 에이엔토네 아래 이러로 미테이키짜이마스요네 오늘은 날쪼고가 인스타그램에 날쪼고의 공식을 作りまして 投稿してみるよ というアルバイトです なちょこのインスタグラムですよ。ちょっとなんか憧れのやつです。おしゃれだからね、インスタグラムはね。そのなちょこのインスタグラムを解説するところから見せてしまいますよ。なので、インスタグラム作ったことないよという人も見たことがないよの人もぜひご覧いただきたいと思います。いくつかこれまでにやってきた過去のアルバイトの中から 素敵な思い出のものをですねアップしていきたいなと思います。とりあえず目標は目指せ100いいね。100どうなのかな。正直ちょっとよくわかんない。100いく。レッツインスタグラムインスタグラムインスタグラム。さあやってまいりました。こちらからすべてが始まるわけです。 インスタグラムの最初のガメンですね。とりあえずニューアカウントから参りますよ。こうやっていろいろ情報を登録していくわけですね。インスタグラムだからね。かっこよくいきましょう。じゃあ、こう。誰か、ナチョコがいる。ナチョコがいるってことだな。 ナチョコ、お、ふ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 、
もこくっくっ、あ、大丈夫。ほじゃね、連絡先を検索はしなくていいです。よし、写真を追加するぞ。プロフィール写真はやっぱ大事ですからね。クイ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 、これの中から、あ、そうですね、これかな。このおめかしおふましなチョコです。クイクイクイ、今のはプロフィール写真が追加されたのが、あの、確認できたぞの感じのあーでした。あ、フォローする人を見つけよう。誰フォローしようか。深田恭子出てくる。同じく深田恭子好きですよ。じゃあフォローしていいですか。同じく深田恭子最初にフォローしちゃった。何の関係もねえのに。あとどういう人がいるんですか。ハワイ州ハワイ州観光的なやつフォロー。いつかナチョコもハワイに行ってみたいものですね。あ、そうだ、京都行こう。フォロー。ナチョコほら、旅アルバイトもねやってるから。よし、あとはこの、はぁ、鉄黒柳じゃない、フォロー。マイフレンドはね、やってないっつってた。なんか、でも、見る用のアカウントあるっつってたな。よし、じゃあ、この辺で。まあ、まずはね、この辺から始めましょうっていうことで。ナチョコオフィシャル誕生しちゃったんじゃない。あ、テツコ黒柳だ。ロシアのテレビ局のインタビューだって。テツコ黒柳。いいですね。これこれこれのこれ、まあ一番最初ということなので、ナチョコ自身をね、こうね、あげさせていただこう。へえ、あ、どうしよう。え、あ、あんまりね、ちょっとあの、おしゃれな感じ。あ、これおしゃれになりかねない。そうだ、なんかインスタってこうやっておしゃれ加工ができるんでしょ。あ、でもなんか色味ちょっと変わるだけでもなんか面白いですね。あー、なんかインスタっぽい色合い。なんだ
なんだかわかんないけど。もう何選んでいいかわかんない。はい、なんか覚えらない。余ろう。プリティ、さらに、さらに、なんか調整とかできんの？いや、もう十分なんじゃなかろうか。なんか君が助けたいじゃないですか。スピード。じゃあ、これで次へです。これ文字書くとこだったりしますか？最初だからやっぱあれしよう。これで。これハッシュタグ。ナイジョコ。ハッシュタグナイジョコあるぞ。これだけであげちゃうところがちょっとなんか、おしゃれ。わかった！できた！よーし、じゃあ、複数を選択もやってみよう。こういう、これでいけるのかな？次。なるほどい。どれにしようかな。じゃあさっきやったアマローさんにしよう。よいしょ。できた。できた。ちょっとね、シュールなところもね、おしゃれ感あっていいんじゃない？よし。では、ナチョコがやってきたアルバイト動画からの思い出写真を上げていきましょうかね。そうだな。じゃあまず、こちらかな。これがどんな感じの加工が、この衝撃が、もっと伝わるかという。これはいいですね。これはちょっとなんか、闇落ち感が出ていいですね。よっ！な、ちょーこ。シャッ！どんどん投稿されて、これいいですね！いい感じ！まずは言っとくか。これもちゃんとこういうね、単体で上げておきましょう。おどろしい感がどれで出るかという。このあたり。でもこれもなんかやばそうな気配します。むずい。これー。まあ、こんな感じかな。いいですね。ナチョコらしいアカウントがちゃんとできてきてますね。もう一丁最後に。これもね、ナチョコの思い出といったらやっぱこれでしょ。重厚感がいいですね。増しますね。こんな感じでしょうか。いいですね。これを見た興味を持っていただけるんじゃないでしょうかね。できた。インスタ感すごいね。なんかおしゃれ感、インスタ感っぽさ出るもんですね。あんな画像でも。というわけでいろいろね、最初なんでドドドって上げてみましたけど、見に行ってみてくださいね。そして今後もナチョコが飽きなければ、他にもインスタに思い出のアルバイト画像アップしていったりとかしようと思っておりますよ。さあ、気になるインスタグラマーナチョコのアルバイト代は1億円100円。バズれば給料アップ。